髪を切りました。というわけで今回はこちら ASUS eBook X205T 開封および試していこうと思う。まず開けるとこのように若干箱が凝っている。本体は後に取っておくとして、まあ、充電のケーブルとキングソフトのオフィスが30日体験版であるが元々に入っていると、このように説明書チラシがまとまって入っている。お、軽いな。うん、見た通り小さくて、そしてとても軽い。質感もなかなか高くて、お、いい感じだな。なんとネットにつなげると 500GB のストレージが利用可能ということで、お、この軽さで薄さで 500GB、打鍵感も非常にいい、接写的に嬉しいポイントで、 USB もポートがしっかり2つついている、うん、マイクロ SD カードリーダーもついていると。なるほど、これはなかなかいいパソコンじゃないか。コンパクトで持ち運びもしやすくて、デザイン的にちょっとお高い感じがするが、これはいくらですか？3万円くらいです。3万円。このこれで3万円と、うんうん、ほう、なるほど。これだけ質感が高くて、こう USB も2つついてたり 500GB 使えるのにもかかわらず、このお値段3万円ということで、インターネットとか軽い作業するのであればこのパソコン1台で十分お手頃価格で生活を満たしてくれる気がする。 ASUS すごいものを出してきたな。3万円という値段にいい意味で見合わず、質感も高く性能も良く、なんとネットで 500GB もストレージが使えるということで、もう値段の割にすごいということしか言えないが、はい、そんな ASUS の eBook X205T、 うん、なかなか良い品。